夜景見ながら3人で夢を語ったっていう、あのメジャーリーガーの人が言ってました。すごい師匠です。クレームだ。こちらです。企画は相関図を作ってみよう第7弾ました。はい、ということでこれまでですね6人の相関図を作ってまいりましたけども、うん、今回はラストを飾るにふさわしいですね交友関係が広いジョー君の相関図です。わー、僕が相関図締めくくりたいと思います。ジャニーズ歴もすごい長い。20年ぐらいです。いや長いよ、長いよ。おかげさまで20年目か。でも僕20歳ですから。あ、そっか。僕0歳の時に、そんにゃんにゃんの時に俺ガチでめっちゃ踊ってる。そっちかそっちか。ジョー君お願いします。よろしくお願いします。お願いします。第7回ということで相関図千秋楽を迎えることができました。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ早速迎えていきましょう。もうお姉ちゃんの名前書いてあかんで。はい、で誰が言ってんの。書いてあかんねん。やめろ。まだ B しなあかんねん。いや、B のとこいっぱい作ってこい。じゃあまず書いていきますね、もう。書いてください。書けるだけ書いて。やっぱり、ジョー君、G ちっちゃいもんね。やっぱりいろんなとこ派生していくやろ。絶対360度オリックスやん。やばいよ、それ。派生しすぎてミッドタウンまで行きそう。いや、東京スカイツリーぐらいで止まってるわ。いや、行きすぎやろ。憧れの先輩。憧れの先輩。わぁ、すごい、右肩上がりや。カズヤだけ見えたから大橋って書いてるのか。いや、書いてんじゃない書いてんじゃない。あれ先輩じゃないけど、憧れてるって。そう、あるかもね。気持ちいい先輩。気持ちいい。憧れの先輩。憧れの先輩。はい、憧れの先輩。はい。じゃあ、中井正弘さん。亀梨和也くん。横山優くんです。あ、惜しかった。惜しかったな。惜しかったな。まあ。何やと思ったの。え、大橋和也って誰が書くの。中井さんと横山くんの間になんで大橋和也すごいなと思ってたから。すごいなと思ってんけどな。もう中井さんはね、もうあの野球番組でも一緒に共演させていただいてますし、うん、あと中井さんが何がすごいかってリサーチ力、うん、僕が初めて中井さんとお会いした時に楽屋に挨拶行ったんですよ、うん、野球系番組あんま出てない時に、うん、あの藤原丈一郎ですよろしくお願いしますって言ったら、あーなんか見たことあんなって、えってなるよ。それまで俺は大阪の番組でしか出たことなかった、うん、なんかあの T 岡田選手にグローブもらってたよな。おお見てくれたんやと思って、ありがとうございますと思って終わってから、よく考えたらあれ関西ローカルやなと思って。おお、そうや。だから中井さんがわざわざ大阪の番組の多分俺が出てるやつを多分マネージャー経由で資料をもらって出演者のデータ全部頭に入れてる。すごい。やばくない。しかもさ、めちゃめちゃお忙しい中やってくださってるってわけやろ。そうです。で、番組終わってから中井さん台本を置いて帰りはん、うん、俺はそれ終わってからその台本を見に行ったんです。見に行ったんですか。見に行きました、はい、そしたらびっちりメモ入って。やっぱそういったところではね、あの尊敬してますし、うん、あとは今年の WBC のサポーターとしてもされてましたね。やってましたから、いつかは中井さんのような人になれたらなと思うので、はい、中井さんにしました。そして亀梨も野球があるんです。以前コミングであのお世話になりましたので、まあそこでもこう一緒にあの喋ったり、あとは連絡先も交換して、うん、今日野球見に行ってますとか言ったらいいねとかそういう返事も返ってきたり、すごい優しい方です。なんか意外に亀梨君ってちょっとこうクールであんまり喋りかけづらいイメージがあるけど、実際はやっぱこう喋るとすごいこう絡んできてくれて、カウントダウンの時も俺がユニフォーム着てたらまたお前野球のユニフォームかよみたいないいねいじってくれるから嬉しいです、で、あとはもう僕はもう入った時からずっと横山くんにお世話になってるイメージある。で、小学校2年の時に俺が入って小学校の時ってさ、先輩にタンプレ買いたいけどお金がないわけや、で、横山くんがねあのナスビが好きだったから家のあの庭でナスビ育ててあげたりしてたんです。かわいい。そう、あとは日本シリーズ2年連続行ってます。すごい。一緒に一緒に。でも最近なんかやっぱ A グループ推してるから。ああ、かんねんな。まあでも僕の憧れの先輩はファニーです。いいですね。安定してね。やっぱね、尊敬するわ。一人一人のエピソードが濃い。
トル先輩を気になる。多すぎて裏行くんじゃん。回転させる。多すぎてミッドターン行くんじゃん。でもええってそれ。エラクトル先輩、タイツさん、タツミくん、ハマちゃん。おー、タイツさんとは鉄腕ダッシュで、一緒になる機会が多くて、まあ、それであとはオーストラリアでも偶然会ってますから、そうやんな。そう、空港で。で、つい最近連絡来たのよ、急に、俺から連絡することあるのに、タイツさんから一旦連絡して、何と思ったら青春ラプソディって曲いいねって。おーい、そう、何なんですかって言ったら、なんかラジオでかけたらしくて、可能性を感じる楽曲って。嬉しい。めっちゃ嬉しいだよ。次のライブで3回歌おう。逃げない、逃げない、3回歌おう。そう、そういうのもいきなり送ってくれる優しい先輩に。嬉しいね。そう、こういうの、辰巳くんはもう僕が太陽の歌っていう舞台で共演してから、もうずっと仲良くさせてもらってて、面倒見がいいわけですよ。よく俺らカウントダウンの楽屋、一緒になるやん、フォーユーさんと、めっちゃ優しいな。優しい、めちゃくちゃ優しい。なんか先輩やから俺らも楽屋さ、ちょっと気まずいかなと思ったら、おはようみたいな感じで、フォーユーの中でも一番喋るし、あとは二人でご飯も行ったり。ハマちゃんももうよく連絡来るんですよ、もう今日何してんの、あ、すいません、ちょっとお前で、また次の日とか経ったら、お前今日何してんの、あ、ごめんなさい、ちょっと断りそうな。言ってあげてよ。断ってるんですよ。断ってる理由は全部野球で、ごめんなさい、今ちょっと野球東京ドームいるんで。俺ハマちゃん今3回飯断ってる。やばいや。初めてスノボ行ったのがハマちゃん。なんか修学旅行でスノボ行くって話したら、お前そんなん初めてで滑られへんかったらダサいぞと、俺が連れてったるって、まずハマちゃんに滑り教えてもらって、その後修学旅行行ってかっこよく滑れたわけ。だからスノボの師匠ハマちゃん。何年ぐらいの付き合いな。いやだからもう俺が入った時やから、もうほんまに20年ぐらい、入った当時からなでがたやった。おそれがだんだん下がるわけないんですよ。月1回は受験連絡取ってるかも。うわすごい。こう見るとえらいいろんな先輩と連絡してんなと思って。いやなんかそのイメージ強いもん、やっぱり。そうか、そうそう。まあ先輩先輩来まして、まあ、ちょ後輩お、あジョン君の後輩ってなると結構こうな方多いよ。多いね。だって、ここの石です全員後輩やもん。せやな。可愛がってる後輩、高木重岡スミです。ちょっと待ってください。やばい、ってない。すごいな。そこにスミ入ってくるのすごいな。はい。ここ3人多分みんな可愛がってる。いや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 、大先輩なの。双子は可愛がっては大先輩です。可愛がってもらってる。あ、可愛もらってるもんね。もうこいつはもううるさいよね、重岡。いやいや、もう可愛がって可愛がっていただいてますよ。スミはうん、後輩です。かわいい30歳。田中くんは、まあ、もちろん年上です。で、入ったのは同じなんですよ、2004年。おお。俺と京平と大橋で、カンバリっていうラジオやってて、その1個前の番組で、田中くんが出てたのよ。それで挨拶に結構行くのよな。その時に、なんかめちゃくちゃツンデレやねん。結構ツンデレよな。結構ツンデレ。で、初めての誕生日覚えてる。俺らでプレゼント送ったの、T シャツを。じゃあ、学校の初めての誕生日。俺らが一切言ってた。初めて渡したね。初めて渡したね。T シャツに、ほんまに文字だけ。高木だよ、高木じゃないよ、高木だよ。この子の子の、いつ来んだよ、とか言って合わせてた。いつ来んだよ、とか言って合わせてた。今もや。優しい。かわいいね。来てくれんねんな。かわいい。そして続いて、重岡大輝。これはもう、頭おかしいです。おもう頭おかしいです。みんな普通、じゃあご飯食べに行きます、で、じゃあその後温泉行こう。これ普通やん、この流れ。この間に彼何入れてくると思う？ご飯と温泉の間。ご飯と温泉の間。ジム。あ、ジム。あ、ちょっと惜しい。あ、はい、ボクシング。正解。ご飯食った後、応援地来いよみたいな。お、何と思って行ったら、次ミット持たされんの。バッバッバッバーンって、次、なんか蹴り用のやつ持たされて、ジャーン温泉行こう。ならならない。おかしいよこの人。あとほんまによく連絡来る。今日何してんの？あ、今日はドラマや。あ、そうなんや。また飯行こうな。お前今日今どこへんの？って。今？東京や。あ、そうなんや。俺今大阪やねん。すれ違ってるやん。大阪おるんかなとか。そういう連絡。でもジャニーズウエストさん断りすぎじゃない？やめてくれ。なかなか会わへん。まあね。それだけよく連絡はくれるね。なるよ。なんか帰りの方面が一緒やったから大阪とかで、でまあ隅はもうずっとこう慕ってくれるし、
いろんな関西ジュニアいた中でこいつなんかちゃうなと思った、すごいよね、なんか着物の座り方がね、ね、尋常じゃないよね。最近では大阪の朝のテレビにもギャガーとして出たり、すごい、めちゃくちゃ活躍してますから。だからほんまにみんなも高木重岡隅を可愛がってあげてね。隅だけだめよ、本当にだけよ。チーム六甲山チーム六甲山へぇ、なんですか。あら、末沢りちゃん、兵庫県の六甲山じゃないですか、うん、六甲山に車で登って夜景見ながら3人で夢を語ったっていう。へぇ、めっちゃいいやん。俺ら5年後何してんねやろなっつって、うん、その時何て言ってた。いやだからもういずれかデビューしようぜ。それいつぐらいの時。何はなる前だよ、6年前かな多分。だから結構語り合ったね、A グループとしても2人もお兄ちゃん組として頑張ってるから、なんかこう俺も刺激になるよね。イメージ強いもん、やっぱこの2人、ジョー君といえば、うん、あのジャニーズはもうギュッてしたので、ね、大体こんぐらいです。いや、ちょっと思ってんねん、はい、多分これ見てご受験悲しんでんねん。あ、ご受験はもう卒業しました、俺タオリしました、タオリしました、タオリしましたよ。ちょっと俺もイラってしてるわけ。イラってしてる、だいぶ前からね。なんかあれ登録名がご受験3日前っていう登録名や。おお、普通先輩がさ、うん、明日飯行こうやつ、あ、ごめんなさい無理です、行けません、また誘ってください、うん、でいいやん、ごめんなさい行けないです、3日前から誘ってくださいって言ってきて、3日前か、お前何そんななんか高級レストランみたいな感じやねんっていうので、そっから俺もかっこ3日って言われたことある後輩に。3日前から、いや、ないかな、3日前から誘ってくださいって。リュウタ君は、リュウタ君、うん、なんかチーム芸人としてなんかチーム芸人やばいやよくさ、どっちかっていうとリュウタ君若干ここ入ってるかな。あ、そうなんや、カッコムロって感じあれカッコやねん、外分かりです、カッコムロでいいかな先輩一応ね、一応、あ、一応ね、一応年上で先輩、一応先輩ちゃんと先輩やちゃんと先輩やでもだって見てください、ジャニーズの方で今半分ぐらい、うん、はい、半分まで空いてるから、はい、オリックスバファローズ、うわ広いね、推しですよ、うん、うん、そうやな、もう推しですよ、もう僕はもうずっと応援してて、チームが低迷してる時もずっと応援してて、なにわ男子がデビューの年にオリックスバファローズ優勝、うん、それすごいよね、すごい、もう15、6年じゃない、多分気づいたら、早いな。でね、あの去年も、まあ、僕たちは初の紅白出場、うん、その年にオリックスバファローズが日本一輝いてますから、うん、で、ジョー君が生まれた年からね、日本一はなかったよね、なかったね。それもまた藤原丈一郎のストーリーがオリックスバファローズのストーリーとほぼほぼ一緒、すごい、こんな巡り合わせはないと、ないもん。まあその中でもオリックスの選手とも何人かこう連絡をしたり、あとは足立選手なんか今なにわ男子大好きやから、この前送られてきたのは4月26日の僕らのデビューツアーのライブあるじゃないですか、あの DVD も楽しみだよ、嬉しいやん、ありがとう、そう、嬉しいです、嬉しいです。吉田正尚選手、あの去年オリックスバファローズ、今年からレッドソックスにメジャーに出られて、吉田選手一回ちょっとお話しする機会があって、俺さ、うん、君すごい今後化けると思う、なにわ男子のある一人を絶賛してました、化けると、そう、もう将来的に活躍する、あのメジャーリーガーの人が言ってました、下向いてください、下向いて、俺やと思う人手挙げてください、お願いします、殺してください、手を挙げてください、はい、手挙げた人2人いました、おお、その中に正解者います、おお、すごい、マジっすか、いました、いるんすか、長尾健人さんです、ありがとうございます、くっさ、もう一人、もう一人、大丈夫、いや、でも、おそう、いや、それはもう、それはもう、分かりきっちゃうよ、だってもう反応で分かりきっちゃうよ、健人、長尾くんが化けるんじゃない、ありがとうございます、言われてましたよ、いや、僕はそれ、あの以前ジョーくんが聞いたんですよ、すげえ嬉しくて、いや、出来試合やったってことやな、じゃあ、そうです、出来試合やった、なのに、聞いたことないけど、なのに、恥ずかしい、いや、これ手挙げといたら一番最初あげ
やでもほんまにあのラジオ男子みんな大好きです。ありがたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。応援してください。ありがとうございます。応援してます。チーム野球です。おおすげえ。上から入ってもんこさん、サムケンさん、松岡さんの岡田さん、ウエンツさん、で高橋優斗、那須、そしてもうプレイクの OB 古田さん、五十嵐さん、鳥谷さん。いやすげえ。すごい。すごい。もう主に野球トークです、ここ。野球トークね。そうなんや。桃子さんはもうあのオリックスが好きなので、うんうん、もうちょくちょく今日オリックス行くんですって言ったら、あ、私も行ってるよっていうので、なんか球場で挨拶したりとか、みたいな。用意どんで共演するより、京セラで共演してる方が多い。多い。桃子さんは。で、タムケンさんはもう毎年毎年、セアネンさんでロケで行かせていただいてるので。濃いよ。ほんまにタムケンさんとコロナ前は一緒に週1ぐらいで飯行ってた。そうなんや。毎回。え、それはもう野球以外のお話はするの？めちゃする。初めて行った時はみんなでイテウォンクラスについてめっちゃ話した。いいね。そう。で、岡田さんはでもみんな、おっしゃってます。で、オリックスファンの人から一緒に喋ったり。あと、ウエンツさんはオリックスファンじゃないけど、あの、西武ファンなのよ。へぇー。そうそうそう。野球の話して、今度行きましょうみたいな話になって、この前西武戦一緒に行った。すごいね。オリックス対西武、その日オリックス勝ちましたね。それそういう時ってどうなって落ち込んでるけど俺めっちゃいじる。写真撮りましょうピースって言った、あ、それ2連敗のピースですかって言って、うわっ、ジョー君の悪いとこ出てんなそれ。で、あとはあの吉本の高橋くんと那須くん。いや、吉本の高橋くん、違う違う、後輩やってる後輩に入ってくるかなと思ったんですけど、はいはいはい、チーム野球の、こっちはもうジャニーズの話一切しないです、このこと。あ、その2人は野球の話しかしないです。もうユウトとももちろん WBC 一緒に見に行ったり、那須は今強化中、にわか、あら、にわかを今俺とユウトで成長させてると。なるほどね。この下ですよ。いや、ここすごいな、マジで刺さる。森田さんはあのサンデーライブにも出てますし、で、あのテレ朝のアップデで僕が実況の話まあやってるんですって話して、いずれかは僕地上波で喋った時ぜひゲスト解説お願いしていいですか、おーいいよいいよって言って、そういうあの約束もさせていただきました。あとは五十嵐さんはあのこの前目覚ましで共演させていただいて、で、そこで俺があの今一押しのオリックスの投手を五十嵐さんに教えるっていう。あ、そうなんだ、メモしとくねって携帯でメモしてくれて、情報交換して、そう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 、なかなかないやん、野球ファンが元プロ野球選手に選手をおすすめするって、なかなかないね。そうそうそう。で、まあ、鳥谷さんもあの番組一緒になって、そこから一緒に野球の話したり、だからもう俺が子供の頃の時にもめちゃくちゃ活躍されてた方と野球トークができる、野球のつながりがすごいよね。やっぱりすごいね、やっぱね。師匠、師匠、お、師匠、これ誰や、こちらです。おーい、すごい師匠です。まああの上演はしてないんですけど、ツクシネマという舞台でご一緒させていただきまして、めちゃくちゃ優しい方で、僕があの自主練をするみたいな日があって、もうキーツさん別に休みなの、わざわざ来てくれて、このシーン僕とキイチさん2人のシーンやねんけど、いや、お前1人でやっても意味ないじゃんって、わざわざ来てくれて、優しい、編集してくれて、で、あとはちょうどその当時ホテル暮らしやった、何食べてんのって言われて、あ、スーパーのお惣菜とか食べてますって言ったら、そっかって言って、次の日焼肉弁当ドン、これ食って元気出すよみたいな。すげえな。で、テレビ朝日行ったら、こう中井貴一さんが出てるドラマとかポスターあるから写真撮ったりしたら、今、テレ朝いいのみたいな、あ、いますって言って、あのアップでの収録、俺、楽屋戻ったら、なにわ男子の楽屋の前に中井貴一さん立ってんの。ええっつったら、おー、久しぶりっつって、あ、お疲れす、いや、僕から行くのにっつったら、ええ、お前、忙しそうじゃんってやめてくださいと、わざわざ楽屋まで挨拶してくれた。すごい、すごい。てか、みんなに聞きたいんだけど、大先輩に連絡先、聞く派、それとも聞かれるの待つ派、共演とかしたりして。ああ、それは聞くかな。俺も聞くタイプ。いや、すごい。誰に聞いた。それこそ吹雪純さんとかは自分から。なんて言うの。ご連絡あの交換させていただいていいですか。それがやっぱさ緊張するやん。で、最終日そのもう舞台で
またいつかやろうねって言って、その最終日俺がキャリー持って大阪帰ろうとしてたら、今から電車で帰るのか、はいって言ったら乗れよって言って、その中井貴一さんが移動車に乗せてくれて、2人に、俺絶対このタイミングじゃないとないと思って、最後聞こうかなと思って携帯握りしめてたら、あ、そうだ、東京来たらいつでも連絡しろよ、はい、うわー、やっけー、かっこいいね、かっこいい、師匠やわ、やろかっけー、すげー、こうやって言える男になりたいね、なりたいよね、だから俺決めて、この3人の後輩可愛がろうって、連絡先も知ってるやろ、知ってる、なんでこれからだから、その後焼肉弁当とかも差し入れで、まあでもここ2人はもう焼肉重たい感じやと思うから、あっさりしたら渡すわ、いや、こっちなんとも言われへんわ、すごいんだよほんまに、まあでもざっくりしたのがこんな感じです、すごいわ、すごい、これでもざっくりしたんやな、ざっくりしましたもん、すごい、はい、まああとはこう、ああ、よかった、ちょっと熱いな、もう分かれへん、文字聞いたらどうかも、文字かも、そうですね、こんな感じですかね、知らなかった部分もたくさんあったから、なんかファンの皆さんもびっくりしてるやろな、またみんなとは違った相関税のあっぱれですね、あっぱれ、あっぱれ、カツとか入れられないじゃん、あっぱれ、やっぱれ、なかなかあっぱれ言うことないですからね、でも本人は分からず言ってます、だからもうあっぱれ、あっぱれね、お前道出るんすか、この後行くわ、全員聞きますよ、そうっすね、愛され力っていうのがすごい、あの、分かりましたし、喋りが達者やからもう見応えがすごいありましたね、すごいね、あっぱれやな、あっぱれ、あっぱれ、あっぱれ、どどん、今日ね、どうでしたか、いや、マジなんか感無量っすね、新しい見た、感無量っすね、具体的に、え、なんかすごいやっぱいろいろ、いろんなところの方々が多いなというか、幅広いなというか、感無量やな、でもこれ以上聞いても何も出ないと思う、はい、自由な女神って感じでした、ありがとうございました、ありがとうございました、女神って感じということで、今回で、はい、我々の総監督ラストね、ということで、なんか終わったね、うん、全員回ったね、回ったね、まあ、総監督って多分年々更新されていくじゃないですか、みんなの出会いもあったり、まあ、作品とかでいろんな方と出会ったりするので、うん、来月は第2弾、ちょ、早い、じゃあいつになるかわからないですけど、あの第2弾の総監督やると思いますので、皆さん楽しみにしておいてください、うん、ということで、以上なにわ男子でした、チャンネル登録よろしく、グッドボタンもよろしく、第2弾相関図もよろしく、また来月